お久しぶりです、トーマスです。えー、っとね、時刻は11時20分7月29日ということで、まあ日付はどうでもいいんやけどね、えっと今日はね、インザハウス。そして俺がね、ヘルメットをかぶって一人で撮影をしております。まあいつも一人やけどね。でね、7月29日ということでね、非常に暑ござんす。今日の東京の最高気温27度ということで、あのね、27度はそんなに暑くはないんやけど、やっぱりね、ヘルメットをかぶってると劇的に暑いので、エアコンの気温はね、除湿で23度と、これ電池切れかけやな。なんとかせなあかんな。このリモコンの電池はいずれ交換します。で何かというとね、これです。これ。えっとこれです。ちょっとね、今日はね、 いつもとは一風変わった撮影をしてみようかなと思いまして、というのもね、ありがとうございます。チャンネル登録がついにこちらですね。10万って書いてあるな。10万、10万って読めるな。10万人を超えました。ありがとうございます。本当にね、こんなことになるとは思いもしなかったね。でね、あの、正直プレゼン飽きたよね。みんな。もう毎回毎回プレゼンばっかりやりやがってみたいな。俺もね、正直飽きてる。だからね、今回一風変わった動画を撮影していきたいということで、えっとね、この買った商品を 開封すするだけのの動画っていうのを撮ってていいいいうを撮きたいと思いますでね、俺ね、一応ガジェットレビュアーっていうところを出所にはしてるんやけど、あんまりにも買う商品数が少ないんじゃないのかと、そもそも気になってる商品が色々あるんであれば、その気になってる商品を買うべきかどうかを判断するんじゃなくて、とりあえず買ってからいいのかどうかを判断しろよっていう方向に転換しました。調べる前に注文する。 爆買いだ。あのね、調べるっていうのはね、他の人がやることであって、俺はね、調べてもらう情報を発信する側にならないといけないのかな、ということで、もう気になるんなら、速攻買って、それがいいか悪いかを判断を下すと。で、悪いんであれば、もう速攻売却すればいいしっていうことなんで、今回はね、ちょっとでも目に留まったものを購入した、一週間内での買い物っていうのがこちらになりますので、これを開封していきます。撮影を開始します。 このね、手拍子で後で動機を取るから。じゃ、まずはこれだいやーアンカーの、あ、そうですね、無線充電器買いました。ありがとうございます。俺もね、正直もう何を購入したのがあんまり覚えていないっていうところではあるんやけど、あの、スマホの無線充電器マジで便利やからさ、もし今使ってない人がいればもうぜひとも使ってほしいというか、無線充電対応のスマホに買い替えてほしいなとは思っているんやけど、あの、一応俺ここにあるのよ。もうすでにね、この縦型のやつと、あと平型の無線充電器があるんやけど、平型の無線充電器ってやっぱ使いにくいねんな。 縦型のやつととさこう置いとくでしょ充電してるでしょ着信があったら充電した状態で着信を確認できるっていうことでむっちゃ便利やからで俺スマホむっちゃ多いやんかということなんで2個目の縦型の無線充電器っていうのを追加で購入をいたしました安心のアンカーさんですね素晴らしい18ヶ月間の無料保証今まで3回ぐらいお世話になっております本当に素晴らしいでね新型はちょっとデザインが変わってんのかな何だろうなこれあと充電のワット数も変わってるらしくってこれね旧型の方が7.5ワットなんやけどこっちの新型は10ワット ででで充充電電きるるからら速度が上が上ってるらしいですスマホのご対応状況をぜひともご確認ください次がこれだお前は何だはどっから開けんのこれマジ開け方わからんねんけどは何これここここ箱の構造がさ何なんこれ箱にさ気合いを入れればいいと思ってんのかな箱なんかどうせ捨てるからさいやあ はい。iPhone です。ありがとうございます。iPhone の11をね、これに関しては提供をしてもらいました。あの、これ、破壊する運命の iPhone です。一応ね、今後ケースも提供してもらう予定で、そのケースがね、超強固っていうことやから、そのケースを付けた状態でどれだけ iPhone が破壊されないのかっていうのを検証してくれというね、案件をいただきまして、えっと、5万円をお支払いいただくご予定です。64GB モデルの iPhone11、これ8万円やで、これを壊さないといけないっていうのはもう本当に申し訳ない気持ちになるけど、まあ、俺もちょっと興味あるから、どんな感じになるのかっていうのは今後見ていきたいな と思いますこれ、あれやな、むっちゃ邪魔やな。サブカメラ置いてんのに何にも映せないのはこいつのせいやから、まずこいつ行くべきやろ。高濃度プラズマクラスター7000上下自動スイングで二段星の洗濯物をしっかり乾燥。パワフル除湿能力1日12リッターということなんで、安心のシャープ製の除湿器を購入いたしました。これもね、買うかどうか迷ったんよ。むっちゃ高いねんな、除湿器ってビビった2万7000もするんやけど、これ。だってさ、空気清浄加湿器、これシャープ製使っててむっちゃいいなと思ってんだけど、これ購入したら1万5000円ぐらいね。これ何 ?2 万7000ってむっちゃ高くない と思っ思たんやけど構造がエアゴンと一緒らしいね付きってて空高いいわわわっっう話開開ける開けるるる必要あるわざわざどっからあげんねん、これ。開け方おっさ、んもうちょっと。ああ、もう梱包に次ぐ梱包。ダンボールだ。ハンザーノは、あれやな。俺、結構好きやけどあの、展開がね、すげえ幼稚やなと思うけど、みんなの演技が面白いからね、見てられるよね。久しぶりに日本のドラマ見てるわ。なんか敵対的買収に対しては、ホワイトナイトかみたいな。お前、経営者やろどんだけアホやねんって思ったけど。あの辺は、まあ、視聴者に説明するためにも必要やけど、あんなアホな経営 おららんからねあと、顔の近さ、毎回笑うな。逆にもう何も見えてないやろ、みたいな顔の近さで会話してるやん。あれ、目の前ライオンやったとしても気づかんと思うで。はい、こんな感じです。除湿機なんで、まあ1日12リッター。一応俺のエアコンにもさ、除湿機能ついてるわけよ、あれ。あれついてるんやけど、まあやっぱ除湿は除湿専門のところにやってもらうと。というのも去年ね、日本一周2ヶ月ぐらいこの家を開けて、で戻ってきたら、あのね、この辺カビだらけやね。びっくりした。こんなにカビって生えるんやと思ったから、やっぱ除湿ってマジで重要なんやなっていうのを2ヶ月家開けて思ったから、 ちょっとねカビ対策、まあ、カメラとかもオレンジいっぱいあるわけやからやっぱカビは点滴なんよでもさ2 7000もするし思ってる以上にでかいなこれどこに置こうアホやな買ってから考えようとは思ったけどこれ考えても答えないぞこの部屋もうパンパンやもん無理やろどうしようここかなマジで冗談みたいな配置やけどここかないや邪魔やなうわどうしようそこんした無理やろえー、えー、無理ちゃう はい、次行きますさあこの辺からは全部 Amazon やから開きやすいで 素晴らしい。なあ、これ。お、そう勝ったのよ。海ジの最新の、なんやっけ ?S5 Pro。そう、S5 Pro ですね。あの、正直、海ジ俺が破壊しました。ごめんなさい、海ジさん。YouTube で検索しても、Google で検索しても、俺の記事がトップに出てきて、海ジは買うな、買うなとね、仮面関西人がずっと連呼してるっていう状況で、多分ね、海ジに半端じゃない打撃を与えています。でね、それに関してはね、海ジの人に申し訳ないなとは思うんやけど、まあ、結局、海ジで不幸になる人が減るということは、社会的幸福は増大してるわけよ。だからね、 海ジには申し訳ないけど、ま、あ本当に悪いものは本当に悪いというところで、海ジを正直破壊した感はありますが、それなら海ジの最新スマホどんなもんか買って、レビューをする責任はあるんじゃないのかと。これで海ジ良くなってるんであれば、海ジ実は回復しました。品質良くなりましたっていう責任があるし、ま、海ジやっぱりクソだなっていうなら、もうそれはそれでいいしっていう話なんで、責任を取るために購入をしましたということで、これもレビュー予定です。ま、いつも通りはね、この安っぽいな、このケース。ちょっぴらからディスってたらあかんけどな。 なあ。なんか疑似の皮でさ、こんな感じのデザインにするぐらいやったらさ、これわかる？こんな感じこんな感じ。この疑似の皮でこんな感じのデザインにするぐらいなら、普通にあの透明度が黒の透明とかにしてくれた方がいいよね。まあ、これは後日レビュー予定です。これなんやっけな？何 買いすぎよな1週間あそうそうそう。ZV-1 買いました。まあ、これは記事にもしてるから、もう知ってる人もいてくれてるかなとは思うけど、これやね、これ、この RX100M7、これを購入したんやけど、この購入したすぐ後にね、Vlog 専用カメラ ZV-1 っていうのが出上がって、しかもね、中身全く一緒やねんけど、この RX100M7 よりも3万円も安いっていう、やばいよね。こちらでございます。ここで落としたら笑うな。マジで笑えへんわ。これだお、すっげえ、質感がチャチ。正面がプラスチックになって、 てんのか中身全く一緒やね。撮影能力も全く一緒。だからこれ3万安いんやったら別にプラスチックでもこっちやろっていう話でもうこれを売ってこれを買うっていう作戦で乗り換えます。それでもう1万円ぐらい浮く予定です。恐ろしい。これも後ほどレビューはするかなわからん。ちょっとそれはわからん。カメラってなんか語ることむずいよな。あんまり語ることないというか、撮影できますって言ったら終わりやし、画質は画質でって話やし。はい、次こちらですね。ハードディスクだーいやー中山金んに君ね。えっと、新しいハードディスクを購入します。 さこちらがね6テラですね。俺がさ今まで撮影してきた動画ってさゲーム実況とかも合わせるとだいたい250本とかそれぐらいにはなってくるんやけどそれ全て合わせて4テラのハードディスクがそろそろ埋まりますこのデスクトップパソコンですね。埋まった後のことを考えて追加のハードディスクを購入しました。ただね250本撮影してたったの4テラにしかならないって意外とコスパいいというか動画データって意外と重くないのかなっていう気がするよね。まあフル HD で撮影してるからそれが 4K になったらまた話変わってくるっていうところではあるけどどんどん行きましょう。 そうそう、バリカン買ったわ。そうなのよ。バリカンなのよ。これね、ちょっとね、どこのブランドかわからんからさ、バリカンといえば、どこやっけブラウンとかなんかなを買うか迷ったんやけど、なんかアマゾンでこれがベストセラーになっててさ、ベストセラーじゃなくて、なんかピックアップみたいなやつ。あれほんとやらしいよね。あれ結局ピックアップなんかなんか知らんけど、どういう基準で選んでんのかわからんもんね。そんだくしまくってるわけやからさ。これなんでやあ、そうそうそう。俺2ブロックにしてるからさ、2ブロックにしてもらうために美容院行くぐらいならさ、自分で2ブロックにしちゃえば美容院代行くし、これ3000やからさ、美容院行くことを考えたら、 本当なのよねということなんで、まぁ、あ、将来的にはこっちの方が安くつくでしょうというところで、俺ね、そんなに人に会うこともないからさ、なんか2ブロック適当でもいいのよね。どうせ2ブロックなんか見えないし、そこが2ブロックの楽なところよね。高速で禁止してんのマジ謎。じゃーん。ファーウェイのフリーバッズ3、これですね。この前あの TWS イヤホンを Google アシスタントと連携して最強にしようみたいな話をしてたと思うんやけど、それをするための理想のイヤホンを今探しております。でね、ファーウェイ製のこのフリーバッズ3、これね、アクティブ ノイズキャンンセリング対応なのよつまりね、音楽再生時もノイズキャンセリングができます。で、それができて、プラスアルファでね、珍しいのがカナル型じゃなくてインナーイヤー型やね。インナーイヤー型でノイズキャンセリングする意味あんのかって気はするけどね。で、それに対応していってっていうことなの、ね。これ映ってるかじゃーん。あ、意外と小さい。こんな感じのやつですね。無線充電にも対応してるからさ、むっちゃちっちゃいな、これ。パカッと。あー、こういう感じなんや。見た目はあれですね、アップ e の、なんやっけ、何か忘れたけど、まあ、どっちがさっきか知らんけど、まあ、確実にファーウェイの方が ででしょうね後発でいいところを真似るパクリだ成長の一番の近道やからね。それでいいんじゃないでしょうかと。これがもしかすると、Google アシスタント連携をするイヤホンの最適解になるのかなと思って、15000でアクティブノイズキャンセリング付きなら全然悪くないから、しかも無線充電対応やし、ただね、バッテリーが4時間とからしくって、正直4時間バッテリーはかなり微妙やね。そこがネックになってくるっていうのはもう見えてるんやけど、ま、あえて購入をしてみましたとか。箱戻しといた方がいいんちゃうか。この箱どうするよ後でめんどくさいな。 もう一個片付けなななががらやればいいいのにねそういうところが思えぬダメなとこころろダメんだよはい、何これそう、俺もう一個買ってん。ファーウィのあれがあかんかった時用にっていう話ではあるんやけど、こちらですね。サウンドピーツさんのトゥルーエアーを提供ではなくて自分でちゃんと購入しております。頑張りました。ただね、これ4000、むっちゃ安いよね。もちろんノイズキャンセリングとかないんやけど、まあ、どこまでトゥルーエアーがね、頑張ってくれんのかっていうのはね、気になるところやから。ただね、正直ね、サウンドコアライフ P2、俺が今使ってるメインのトゥルーワイヤレスイヤホン、あれがね、コスパ最強すぎるから、あれを 上回るるるものののってていいいうははねねねね出てくる気ががしななよよ、ね、チチャンピオンが、ね、チャンンンンンピピオオぎるとマイイクタイソンなのよあいつは箱はちゃっちい、ね、やっぱりサウンドピーツさんはあれですね。一流ではないんだなっていうのがこの箱から伝わってくるね。やっぱ梱包に出るか。まあどうでもいいけどね。梱包なんか商品さえ良ければね。うわ、むっちゃちっちゃいやん。これ意外とありやな。で、これもうどん型です。ああ、素晴らしい。あいいんじゃないアップルのあれですね。エアポッツにそっくりやね。もちろんパクリです。ただね、俺ね、うどん型デザイン結構好きやね。ここを持った 状態でで操作できるやんあの、うどん型じゃないちっちゃいタイプってさ、こう押したときに耳ん中にグッてくるから、あれむっちゃうざいんよな。だからうどんのところを掴んで操作できるっていうのは、うどん型のメリットなんじゃないかと思っています。これも後日レビュー予定です。4000円です。非常に安いですね。素晴らしい。サウンドピーツさんは安くていいなーこれ何最後か。なぁろうでカめの箱になってます。これあれか。10分持たへんな。まあ8分でいいのか、最新の YouTube は。そっかそっか。8分で広告入れれるもんね。いやあ、普通や。 普通や、ドルチェグストです。お、私は今も毎日飲んでおります。というか、こちらですね。このユシーデイビスはどうでもいいんやけど、このコップの中コーヒーですね。はい。の種やね、カプセルを購入しました。1600円か。もう普通に購入してしまってるな。前はメルカリで購入してたんやけど、最近ね、メルカリで安く手に入らんねんな。で、30個入りで1600円やったら別に1個50円いかんわけやから、行くか。あ、行くな。まあまあ、でもそんなもんやわ。50円ぐらいやから、別にそんな大した値段じゃないから、コンビニとか行って100円ちょいでコーヒー買うことかん 考えたたらいいやでで50円で飲めた方が楽やもんね次々といらないものを購入しているな。まあでもそれが俺の役割なんでしょう。それをすることによって俺も幸せ、みんなも幸せになれるんならそれでいいでしょう。今回購入したのがこちらですね。多分このあたりになります。で、レビュー予定はこのカメラさんね。カメラさんはやるでしょう。ZV-1 ね。これは RX100M7 と手ブレ補正がどれぐらい違うのかっていうところだけ検証をしていきたいと思います。で、iPhone は破壊するまで落下し続けるっていう実験動画を撮る予定で、海ジさんは普通にレビューやね。 あとは、トゥルーエンジンエアーと、あと、フリーバズ3か。これも普通にレビュー、レビューで、これは自分でバリカンで2ブロックを作るだけと。で、このハードディスクに関しても、6テラ。6テラ12000円って安いよね。本当に今いい時代やなこれはまあ自分で勝手に増設をします。そして、こちらですね。こちらもレビューすることはないでしょう。でかい。と、あとこれはね、今もうすでに使ってるこの充電器が、今回のすべての購入品となります。で、まあこれが今後のレビュー予定になるんで、交ご期待というか、お待ちいただければと思います。 意外とそんな多くないな箱だけやったらクソでかかったけど、結局内容品はこれとこれだけやわ。で、あと地獄がここに並んでると、これは今から片付けます。めんどくせえ。大丈夫なんか映ったらあかんもんとか映り込んでない大丈夫そんなもんはない。映ったらあかんもんはない。あ、あとね、どうでもいいけど、この防湿庫マジで便利やわ。買ってよかったなっていうランキング上位に入るぐらいの、ここの、ね、超便利、超便利。どうでもいいけどね。まあ、カビが生えないっていう安心感以上にカメラを置く場所ができたっていうありがたみがでかいです。だから防湿をカメラ持ってる人はね、とりあえず買うというか、 ま、こういうコマごましたもの置き場所ないな、みたいに思ってる人に関しては防湿効果ってそこに入れてしまえばいいと思う。まあ、ある程度値段がするカメラ買ってからやね。はい。今回の動画はこれだけです。爆買い開封動画でした。この動画良かったなと思ってもらえればグッドボタンとあとチャンネル登録お願いします。ここにガジェマガを写しとく写しとくか一応。さあ、あとガジェマガっていうブログも運営をしております。こちらも2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善情報を発信しております。こちらもチェックしていただけるとありがたいです。あとツイッターとかもやってます。フォローお願いします。あとゲーム実況チャンネル、バイクエンジン音チャンネルもあります。そちらも見てもらえると ありがたいです。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。この部屋を片付けます。来たねー。